ファイヤー。つぶつぶでございます。つぶつぶです。ちょっと今回プレイしようかなと思ってまして、ファイヤー。私あのあれや、前回、赤松氏と2人で出た時の前に出てて、で次ファイヤー前の32万かなんか以上越してねって言ったところで終わってるから、そうそれ以上のスコア出てるかを見たい。の30を超えられるか、40万ぐらい、40万ぐらい、おー頑張れよ、頑張れよ。もういけるでしょ。ちょ、内心ちょっといけるんじゃないかっていう自信はね、僕ねあるんだけどね、40万ぐらいは、ね、いけるんじゃないですか。ちなみにあの前回の動画ではね、プレミアムボックスちょっと引いたりしてキャラも増えてますので、ノリノリで。ちなみに僕の今マイツムはデール君かな、チップ君かな。あ、ちょうどいい。じゃあ早速言いますよ。はい、緊張するな。お、いいじゃん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 、いいよ、今年はなんか最先いいよ。なんでさ、その上げてから落とすような展開やめようよ、なんかさ。ちょっとプレッシャーどうやってプレッシャーに、僕は。あれ、ゴールは使わないといけんの？え？いや、だから、ほら、あの。ピーマチにやる。そう。なんでタイプ分けされたのかな、今。タイプ分けとかあるのかな。え、どんどん。あ、でも曲がってるわ。前に比べたら、その。昨日の俺より強くなるみたいな、そういう話で。もうこれないとダメですね。真剣だからな。全然いいけど、まだってるわ。あ、ちょっとゴールだ。なんでちょいちょい変な方言で入るんですか。まだってるわ。おかしいよな。ちょっと笑わせないか。ちょっとボン誤作動しちゃったじゃん。ちなみに誤作動って思ってましたけど、あれが正しい使い方ですよ。なんかフィーバー起こすために使ったりとかするよって。え、待ってよ、イメージさ、あ、確かに2回間さ、いいよ。あの8分はフィーバー中に使った方がいいよ。えバーって回り固まるから。この回柏行くときにさ、あのフィーバー中にボム使えって言ってたよ。言って、でもそれは自分の発信じゃないのかな。マジか。ちょ、あ、でも、あ、いけるかな。超えてる。超えたかな。40いったかな。40いきましたね。おお、よかったよかった。あ、でも、あ、まだこれか。きつ。まだこれか。いやいやいや、横まだこれか。横のあれだよ、無用な方言がなければね、もう5万ぐらい上積みできたと思う。ちょっとなんか新年早々、あのなんか責任のなすり合いやっていう、僕が一方的になすりつけてる感じだけど、いや、そういうならさ、ちょっと、もう私の方が上手い、ちょっと上から目線だったら、ちょっと腕を見せてもらおうか。うわ、マジで。あ、そうなるでしょうよ。やるよ。まあ ね、ミカリさんこれだったらね、軽くね、あのね、どんくらいかな。100万を超えてもらわないとまずいじゃないですか。それは無理やろ。本当に。いや、でもこれは越したいな。え、じゃあバイヤーのこのハイスコア越したいな。お、75万を超えると言ってきた。いや、61ね。今週のハイスコア。低いとこ来たけど。今週のハイスコアを超えたい。オッケー、じゃあ61万8000をミカリさんは超えられるのか。はい、いきましょう。うん。ちなみにバイヤー、これアイテムなしで61万？うん。いきますよ。スタート。さあ、どうなるのか。始まりましたよ。ペン先走るスピードは僕より速いですよ。もうもたついてるのか。これちょっと集中しちゃうね。うん。おお、レベルを非常に高くね、スキルをポンと。何その解説？あんま分かってない人の解説だからね。ボムですよ。見たまんま言ってる。ボムボムでしたね。そして出てきましたね。何今の？デールの声を知らないでデールの真似をしてきた。あ、うん、そうだ、ここで言うのもあるんだけど、ディズニーキャラとかそんなに詳しくないんだよ。お、でも、あ、なんか余裕で超えてきそうじゃん、これ。ちょっとなんか、すごいね。おお。ちょっとここに私もメガネ買いましたわ。このタイミングで来たか。レベル高いな。
すごいね。ここでボムですね。ボムチップですね。見えるか。その話で言うと、僕もメガネ小学生で潰れました。マジか。なんかあのべっこっぽい。おっしゃ。おあ、すごい。しかもこれ。キャンセル。いったかな。100万超えたんちゃう。100はどうだ。おっしゃ。おお。すげえ。うわなんか。イエーイ。おお、素直に喜べねイエーイ。すごいな。え。いけた。あ、そう、え、そうなんだ。じゃあ、うん、1個だけじゃあ僕のプレイと自分のプレイ比べて、これをやったらスコアアップできるみたいなアドバイスが欲しいな。どう繋げて消すじゃないのかな。赤松氏も、画面の脇の赤松氏も。え、ボムのタイミングでしょ。あ、そうかな。フィーバーを待ってボムを打つっていうのは、僕の今のマイツムの場合は違うってことか。うん、ボムはじゃあ見た瞬間にボム。ね、フィーバー起こすために使うっていう風の方がいいと思う。なるほどね。ボムに種類があるんです、うん、本当だね。はい、上からスコアボムスコア2倍、コイン10枚、うん、経験値10、タイム2秒追加ってやつあるじゃないですか、うん、いつも多分普通のなんかあの透明のカプセルみたいなボムやと思うんですよ。そうだね。はい、うん、で、まあ、そういう時は別に普通にあのフィーバー突入用に使ったらいいんですけど、うん、スコアボム、うん、こいつポイントで、うん、フィーバー中ってあの得点がすごい 3倍だ。3倍やった気がする、ね、うん、めっちゃ増えるんですよ。でかつスコアボムこれ使うと2倍じゃないですか。だからフィーバー中にこいつを使うとスコアがすごい伸びる。6倍。両手使った両手使った。おう、そう、へー。なんかね、だから簡単な考え方は、うん、何にもないノーマルのゴムはフィーバー外で使いまくって、うん、こういうの出てきた時はそのフィーバー中に使うっていう風に最初そう思えばいいんじゃないですか。いや、ね、ていうかあれでしょ、この中に3つ入ってるやつだよね、フィーバー中に。2倍はね、うん、ぶっ込むの、うん、なるほど。そんな感じですわ。ちなみにそのフィーバーを狙って起こすみたいな話あったけども、うん、フィーバーはあれかな、スキル発動する直前ぐらいに起こしておくといいってこと。あの特に僕の場合はこの子だから、うんうんうん、バーってつながるじゃん、うん、そうそう、だっていっぱい消した方がつながる分上がるし、うん、でしかもフィーバーからかぶせかぶせやからその方がいい。なるほど。じゃあ一番おいしいパターンとしては、ボムとスコアボムが降ってきて、ボムを破裂させて、フィーバーを起こしてのスコアボムで、スコアを倍にしておいてスキル発動でブワーッと消していくみたいなのが綺麗。はい、なんかだいぶあの違うことを考えてらっしゃったような雰囲気がありましたけどね。なるほど。合ってる。でもスコアボムってその切れたところが2倍になるんでしょ。はい、あ、そういうこと。そういうこと、そういうこと。あ、そういうことなんだ。だから、うん、だからフィーバー中にボム、そのスコアボムをバンって消したここが2倍。なるほど。全部2倍になるのかと。違う。なるほど、そういうことか。そう、だからボンって消してからスキル使った方がいいかも。なるほどね。使ってそのスコアボムやっちゃったら、そうだ、ね、もったいない、うん、せっかくつながるのにわーって。あとなんか僕聞いたのはあの、ま、色を変える系のやつでブワーって長く消すじゃないですか、チェーンを作って、うん、そうするとあの少しパパ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 パって消えてくのにあの時間かかるから、うん、その時にボムをやるとその時間キャンセルできるっていうのね、ツイッターのコメントで教えていただきました、ね、ボムキャンセルっていう。知らんかった、ね、8プーじゃないか、あ、8プーか、うん、のスキルとか、ん ?8 分のスキルじゃないかな、なんやろ、何のスキルかな。とりあえずあの下をもうごそって消せるスキルとか、うん、例えば、あ、そうや、8分のスキルを使うじゃないですか、うん、で、8分をのスキル中に8分を残す人、うん、残してる私、残してる人ですか、うん、で、残して下に詰まるじゃないですか、こうで、それをザーンって消すじゃないですか、うん、その瞬間にボムを押すんですよ、うん、そしたらこの 1、2段の分が上からゴソッとシュンって降りてくるんです。え、知らんかった。待たなくていい。マジで。そう、私8分でそれ知らんかった。僕そのパターンでやってなんかちょっとボムキャンセル使って俺いけてるぜって思うんだけど、うん、落ちてきたのに対応できて、あれあれあれちょっと自分がついていけないみたいな、わかんない、あれちょっと結局そこで待つみたいな状態でございます。やってみます。というわけでちょっとボムの使い方覚えたぞ。はい、うん、次はじゃあさらにこのあれだよね。だからもう次は僕もじゃあもう100万超えるよ、うん、次は。いけるいけるいける、全然いける。超えてみせるよ。3倍で100万っていうか、ミカリタン超えようだね。こう目指したい、あのミカリタンの端末はミカリタンじゃなくて僕の端末のミカリタンね。そう、もう単純にね、腕のあれなんでね。じゃあちょっと次は
それを目指して頑張ります、はい、また見てください。バイヤー、バイヤー、ご視聴ありがとうございます。バイヤー。このチャンネルはアップバンクのグッズ紹介やバイヤーの動画を貼った企画などを、はい、紹介しているチャンネルです。はい、はい、皆さんよろしければ PC の方はこちらのチャンネル登録ボタンで登録をお願いします。はい、はい、スマホから見られている方は概要欄の方から登録お願いいたします。あとはですね、高評価のいいねなど、はい、皆さんのいいねをお待ちしております。コメントもお願いします。お願いします。せーの、ファイヤー。